水保銀行内幸い町本部ビル。水保銀行内幸い町本部ビル。旧商第一関業銀行本店ビルは、東京都千代田区内幸い町一丁目一番五号に、所在する超高層ビル。1982年の第23回、BCS 小受賞。日比谷通りと国会通りが交差する、北東角に位置する。水保フィナンシャルグループ参加で、個人、 中小企業、地方公共団体向け営業を受け持つ水穂銀行東京営業部が入居する。もともとは旧第一官業銀行の本店ビルとして建てられた。地上32階、地下4階、高さ140メートルで隣接する日比谷公園を取り囲むビル群の中では最も大きく、また日本の銀行が単独で入居するビルとしても、 横浜銀行本店ビルに次ぐ規模である。高さでは、他の超高層ビルに見劣りするものの、延べ床面積は13万5千平方メートルと広く、世界的な銀行の本部としては、シティグループセンター、ニューヨークや、HSBC タワー、ロンドンのそれをしのぐ。北から時計回りに NTT コミュニケーションズ本社、NTT 日比谷ビル、東京電力本店、日比谷大ビル、 福国生命ビル、日比谷公会堂が隣接している。2019年7月、三井不動産と NTT 都市開発及び東京電力ホールディングスが水穂銀行内幸い町本部ビルを含め帝国ホテルから東電本社に至る外区を内幸い町再開発として3つのエリア分け、2020年秋以降段階的に再開発に着手。 2036年にも完了させると、日本経済新聞等が報じた。初代の日本官業銀行、官銀本店は、木構造2階、河原吹きで、1899年に建設された。当時の住所表記は、東京府東京市麹島地区、内幸町。日本橋の設計で知られる、妻木頼中が設計を担当し、東京帝国大学大学院生で後に、 関西建築会の父と呼ばれる、武田5一が監督に当たった。思考は、大倉土木、現体制建設。日清戦争後間もなく国家意識が高揚する中で、日本古来の建築手法である、金属板の平吹きを採用しており、外見には和風の建造物となった。業用の拡大に伴って1926年に建て替えを行い、旧本店は、 京成電気軌動、現京成電鉄に売却され、他日遊園、楽天府として、坂東つまサブロープロダクションが使用した。その後千葉市に移管、千葉市役所庁舎を経て、現在は千葉トヨペット本社となっている。登録有形文化財である。二代目の管銀本店は、地上5階の鉄骨鉄筋コンクリート構造。 清水組、原始水建設の施行で1929年に、竣工した。設計を手掛けた、渡辺節は、本店以前にも高松市、福岡市、秋田市などの管理店を設計している。いずれもルネザンス建築様式を基調として、装飾体、出入り口の飾りアーチなどに、共通の特質を持つ。目の前にある、日比谷公会堂も1929年竣工である。 寒銀本店の製図主任は村の東後で、一方の日比谷公会堂の設計は佐藤光一だが、両者は早稲田大学時代に指定関係にあった。ルネサンス様式の寒銀本店に対して、日比谷公会堂はゴシック建築であり、両建築物が通りを挟んで因縁めいた対比をなしていた。は1971年に第一銀行と合併し、 第一官業銀行となった。当初の本店は、旧第一銀行本店、原水穂銀行丸の内支店に置かれ、旧官銀本店は、内債町営業部となっていた。1981年、千代田区内債町の旧官銀本店跡に、周辺の土地を買収した上で、本店ビルを新築し移転した。現在の水穂銀行内債町本部ビルの登場である。 1981年春工で、設計は、足原義信率いる足原建築設計研究所が行い、清水建設を中心とする共同企業体が施行した。共同企業体の他のメンバーには、鹿島、安藤建設、佐藤工業、日産建設、幕見金を連ねた。設計から春工まで、約8年間を費やし、工事は2期に分け、行われた。 1982年の第23回 BCS 賞受賞作品。日比谷公園を挟んで立地する福国生命ビルも清水建設の作品である。都市景観を重視した足原義信らしく設計にはその配慮が見受けられる。新たに発足した総合設計制度の活用により建物全体を日比谷電源ビル、現 NTT 日比谷ビル側に寄せ、 そのために生み出されたオープンスペースを市民のための公開空地とした。そこは一段と低くなっており、170メートルに及ぶ椿とマテバシーの波軌道、滝が流れや小広場があり、三ン,ンモールとして外区の活性化を図った。四方の隅は河口岩で縁取られ、夜には照明が点灯する。 内部の応接室から見ると何日に生えた落ち着いた風情を漂わせている。地上140メートルの巨大構造物でありながら、威圧的な印象を与えないよう、低層部分が末広がりの安定した形状になっている。これは一階営業室、ロビーの大屋根をなしており、アルミルーバーによって内部には柔らかな関節光が差し込む。営業室中央にはイタリア彫刻の巨匠。 ジャコモマンズーの少女像が据えられている。一般事務室の入る構想棟は、地下4階に、手機会室、地下2、3階を駐車場、地上1階以上を執務部門とし、日比谷通り側に本店営業部が入る営業部棟、反対側に行動を配した。第1巻銀はハートをロゴマークに採用し、ハートの銀行をキャッチコピーとしていたが、 これに合わせて営業室の天井にはハートをかたどった装飾が施されている。また、1階エントランス前の時計台の上部にもハートがデザインされている。第一管銀独自の業務に宝くじの受宅があり、新本店の建設に合わせて東京宝くじドリーム館が敷地内に置けされた。1997年、第一管銀。 野村証券が関与した総会や利益供与事件が明るみとなり、5月20日、東京地検特捜部が容疑裏付けのため、第一官銀本店に家宅捜索に入り、不祥事の舞台となった。2000年、第一官銀は、富士銀行、日本工業銀行と共に、水穂フィナンシャルグループを旗上げ、2002年には、各行のリテール部門を引き継いだ水穂銀行が、 発足し、第一官銀本店は、水穂銀行本店となった。第一官銀本店を、水穂銀行本店とした理由は、富士銀本店、後の水穂銀行大手町本部ビルが1966年春高と、古く、また、地上16階建てと第一官銀本店により、延べ床面積も狭いため、新銀行の大量の人員が利用するオフィスとしては、従前ではなく、 また、旧工銀本店ビル、水穂銀行前、本店ビルも、1974年の竣工と、やはり建築時期が古く、本店ビルとしては使用しない予定だった。しかし、当初の予定を変更して、水穂コーポレート銀行本店として使用することになった。前日の、ハートの各装飾は、水穂銀行発足後も第一官銀の名残として残されている。2004年、 リストラの象徴と2006年3月期から導入される固定資産の減損会計に備えることも狙い、本店ビルに新宅を設定。第一生命が出資する特定目的会社に1、50億円で売却した。このため所有権は移転しているものの、定期借屋契約を結んでおり、引き続き全、敷地、フロアを水保銀行が使用している。 2013年7月1日、水保コーポレート銀行が水保銀行を九州合併し、業名を水保銀行に変更した。本店は水保コーポレート銀行本店を継承した。これに先立ち、2012年10月21日付で、本店の口座店並びに窓口名称が東京営業部と解消され、ビルの故障も、 水保銀行内幸い町本部ビルに改められた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。